吸法をしていきましょう。はじめにカパーラパーティーの呼吸をします。もう一度背中をしっかりと伸ばして、肩の力を抜いて、手は軽く膝の上に置いて、呼吸がしやすいように胸を緩めます。では顔を少し上に向けて、大きく息を吸ってから喉を閉めて、軽く息を止めてみます。吐きながらゆっくりと緩めていきます。そこで一呼吸しましょう。お腹を緩めると息は自然に入ってきますので、吸った息をお腹の力を使って瞬間的に両鼻から吐き出します。30回行いましょう。まずお腹をへこませるようにして息を吐いて、お腹を緩めて入ってきた息で始めます。はい、どうぞ。もう一度30回してみましょう。お腹をへこませるようにして息を吐きます。緩めて入ってきた息を吸って始めます。はい、どうぞ。これを何回かご自分に合わせて練習を重ねてみてください。お産の時の呼吸のコントロールが上手になります。月と太陽の呼吸をしましょう。あぐらの座で背中をしっかりと伸ばして、軽く顎を引き、ゆったりとした気分で行います。まず右手の人差し指を眉間に置きます。親指は右の小鼻の上に、残りの3本は左の小鼻の上に置きます。まず左の鼻を閉じて、右からゆっくりと息を吸い込みます。右の鼻を閉じます。左からゆっくりと出していきます。左から吸います。閉じます。右からゆっくりと出していきます。閉じます。左からゆっくりと出していきます。ご自分のペースで左右何回か繰り返してみましょう。では今
今吸っている息を右の方の親指を離して出していきます。それでは手を膝に戻します。軽く背中を伸ばして一呼吸しましょう。